にゃかーこんばんは、ロクさんですいや、久しぶりに。あの、ロクちゃんのにゃかにゃかにゃかだ。あ、久しぶりではないんだけど、にゃかにゃかにゃかだ。最近この、いっぱいゲストが来てくれて、えー、スーパーカードブラザーズからね、えー、白レンガの松本春人さん、まあ、ああとは僕の大学院の同期の引き戸くんとね、ゲスト来てもらった中で、今日は久しぶりに、一人です。今日は久しぶりに一人です。いや、実はその皆さんに、 あの、ご報告したきことがございまして、はい、あのー、ですね、ご報告というか、まあ、まあまあまあま大したものではないんですけれども、えー、ロキちゃん、えー、3月をもちまして、東京大学大学院経済学研究科を無事終了いたしました修士課程の2年間を無事終えさせていただきました。いや、おかげさまで。しかも、えー、まあ一応そのコース、経済学研究科の経済史コースの出席として、 卒業させていただくことになりました。主席です。東大の主席として、はい、終了させていただくことになりました。まあ、コースのね、主席ではあるんですけれども、まあ、主席ですよね。いわば。いや、なかなかね、こう、しんどくもある2年間でした。あ、まあ、その主席っていうのはまあ、まあ、該当者一人なんですけれど、まあ、そのことはまあ、一旦置いといて、まあ、 街じゃ一人のうちで、まあ、コース代表、ま、あ、集席としてっていう、まあ、まあ、あそのことは、まあ、その、置いといて、いや、にしても厳しい、厳しいというかな。楽っちゃ楽だったんかな、バイトを全然してなかったし、そういう面は多分にありながらも、いや、想像以上にこう、きつい2年間でしたね。やっぱり、うん、何分、頭が良くないから、 そう、頭が良くない。今までね、受験においても、こう、努力量で、どうにか、こう、他を、他をこう、押してきた、感じだったんで、いや、3月、や、きつかったね。な、なんかね、いや、この前、引き戸くんも、ゲストに来てくれましたけれども、引き戸くんはやっぱ、ねあ、ちゃんと、あ、勉強してきたんだなっていう、その、経済史を 経済史を勉強してきたんだなっていう感じを、がすごいする、ええ、人だったんで、まあそれに比べて僕は本当に大学のの時、経済史で今から大学に行くっていうのに勉強してなかった。いや、その分のこの、ビハインドっていうか、ね、その分、まあ自分が悪いんだけど不利な感じはすごいあって、それでもなんとかまあ修士論文、だから、もう途中から目的は、 経済史で、素晴らしい分析をするっていうこと、よか、まあ、修士論文を、修士論文でベストを尽くす、に、まあ、変わっては、きましたけどね、やっぱり。その中で、まあ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 、いろいろありながらね、いろんな方に出会わせていただいて、いろんな話を聞いて、聞いて、いろんな資料をこう見させていただいて、なんとか、なんとか、修士論文も書き終えて、コート諮問も一応、 合格ということで、えー、終わりまして。で、なんとか、東京大学の大学院の主席で卒業することができました。ありがとうございます。まあ、その、主席って言ってもその、まあ、まあその、一分の、該当者一分の一なんですけど、まあまあまあ、そのことは、まあまあまあ、それで差し置いてもすごいですからね。<laughs> そ該当者一分の一の中の主席だったっていうのを差し置いても東大の主席ってすごいですからね。いや、そうなんですよ。東大主席のラジオです。これは <laughs>。 大学院の東京大学で主席のラジオです。ありがとうございます。皆さんいつもお聴きいただいて。いや、ほになんかこう、いろいろ思い出はあるし、引き戸くんとのラジオで話したのがすごい大きいと思うんだけど、やっぱ大学院に入って、一番しょ一番衝撃だったっていうか、そんなこともないけど、うわぁ、変だなーと思ったのは、 こうね、最近だと6月とか76月ぐらいでも全然暑いじゃないですか5月の後半ぐらいからで僕1年生の頃ですよね研究室ってあってまあそこ行ってそこにパソコンとかモニターとか全部置いてあるからそこ行ってまあねいろいろ研究したりえ授業の準備したりとかってしてるんですよ僕たちはその6月とかにねこうバッと研究室おはますって言ったらそのまあえ結構上の先輩 あ珍しいあねねさんおはようございます感じでそのね結構上の先輩がいらっしゃったんですよでなんかまあ暑いからクーラーでもつけたいなーって思いながらなんかそうねこういじってたらうんいじってたらというかそのね空調見に行ったら暖房ついてたんですよねうん暑い時に本当に暑い僕が暑いっていうかまあみんな暑いって言った時に暖房ついててえと思ってえ暖房 ねえねえさん、寒いの先輩、え、寒いこの時。って思って、先輩のこと、こちらーっと見たら、先輩もちゃんと腕まくりしてて、<laughs> あ暑いんだと思っそのね、だから、なんか、冷、冷房が、難しかったのよ、つけんのか。なんか、手記があって、外に。それを切り替えないと、部屋の冷暖房を切り替えできないみたいな感じです,すごい難しくて。 暖房つけながら腕まくりして、な、夏の、初めに、めちゃくちゃびっくりしちゃった。<laughs> ああ、変なとこはな、<laughs> と思って <laughs>。とかね、あと、もう入って、入学して、一週間目も、ああ、もうやばい、授業のレジュメ作んなきゃ、と思って、こうね、授業の準備しようと思って、研究室行ったら、まあ、その日、マジで8時間ぐらい先輩と喋って終わったり <laughs>。フパンの研究してる先輩がいらっしゃって、パンの研究してる先輩と、 8時間くらい。えー、あ、まあ、それもすごいよ。やっぱ、大学院ってか、その人は特にすごいけど、研究っぽいこと、まあ、経済史経済学とか歴史の話で、8時間行くからね。いや、すごいねあ、これも変だなと思って、やっぱり。いや、そんなことがありましたよ、思い出。やっと安田コード入れるね。東大の中の。 安田コードって、まあ一番有名なとこかなあそこにやっと入れて。卒業式もね、3月21日にあるんですよ。来週ですかね来週。来週ではないか。来週だ。来週あるんですよ、卒業式が。で、やっと安田コード入れるし。いや、なんか卒業式もそんな、いい思い出全然なくて。うん、なんか、 中学、まあ、小学の卒業式はもう覚えてない。のと、あと、東日本大震災の年なんですよね、卒業式が。小学校の時の卒業式って。だから、そう、あんまりこう自粛ムード的になって、は、まあ、あまりいい思い出とかではないとか、そういうレベルではないんだけど、なんかね、あんまりこう覚えてもないし、小規模にやったなっていう記憶だけで。で、中学の卒業式がね、隣のクラスの担任と喧嘩してんだよ。 その別にこっちも、ロキちゃんもその、やんちゃだったとかそういうことじゃ全然なくて、もう本当に、あの、真面目な、真面目な中学生の抵抗みたいな感じで喧嘩して、で中学の卒業式は、まあもちろん、大学入試の結果も出てなかったし、うん、なんか、そうね、やっぱここでもよく話すけど、ちょっと尖、尖ってたね、本当に。痛々しかった。今思うと、痛々しい。 だったから、あのー、まあ、クラスの集まり、<laughs> ああ、そうだ、俺親に言われたけど、まあ、先生がね、いて、先生が最後にいろいろ話してくれるわけじゃない、最後のホームルームみたいな感じで。最後のホームルーム、何も聞かずに僕勉強してたらしいね。赤本読んでただかなんだか、<laughs> クソすぎないマジで。全然なんか <laughs>、 楽しみのかけらもない卒であのー、あとまあクラスのそういうのが終わった後に部活の集まりっていうか野球ノートみたいなのがあって野球があったから野球ノートその日あったことをちゃんと書いてこう思いの竹を書くみたいなそういうノートをこう部活引退するときに先生に渡してたんだ確かその顧問の先生にでそれ返してもらうっていうのが確かうちの野球部の卒業式の時の伝統で で、それ忘れて <laughs>、ロキちゃんそれ忘れて帰ってて、で、後輩が唯、唯一仲いいというか喋ってくれてた後輩が、お、ち,ち,ちょ、ちょ、ちょロキちゃんだ、ロキちゃんさん、な、何してるんすかい野球音受け取ってから帰ってくださいよ。<laughs> あ、そうおかしいんすかって言われて、あ、そう、そうだっけっつって、あ、それだっけあ,あ、じゃあ、じゃあ、つって、<laughs> 塾に向かって、そこでも勉強してみたいな。そんなんだったから、 そんなんだし、高校の時も。でも今、高校生の卒業式見ちゃうとなんかグッとくるね。なんか、この近くにも高校あって、そこで、あの、塾のバイトしてる。自分ちのね、自分ちの近くで、の学校に行ってこう、塾のバイトしてるんだけど、そこの、なんていうんだろう。近くに、なんかいつも、このあたりを、えー、何々高校の、え、何々高校の皆さん、えー、ご卒業おめでとうございます。いつもこの、えー、 ね、この辺りを盛り上げてくださってありがとう。この商店街を盛り上げてくださってありがとうございます。えー、またぜひ卒業されても、こ,こちらに、えー、おか、あのー、お越しくださいね、みたいな感じの張り紙がしてあってで、そこは、ちょっと前に卒業式だったのかないや、もうなんか、喋ってるだけでも泣泣けてきそうだし、なんか実家帰ったんよ、3月の頭ってか、本当に頭に1日とか。 僕山形地元なんですけど、山形県の公立高校で大体3月1、2、3とかで卒業式なんですよね。で、金曜日がちょうどついだっ,ったから1日卒業式験とか多かったみたいで、山形駅降りた瞬間もう、その胸に卒業、ご卒業おめでとうのこのね、花みたいなのつけてる卒業生がめちゃくちゃ歩いてて、なんかそれもぐっ、あ、なんでやっぱ、終わった クソみたいなこと、クソ、クソみたいに後悔しないと分かんないんでしょうね。大人になってみないとそういうのって。いやい,いなと思うねでも自分の卒業式はそんなんじゃなかったし、大学の卒業式も、一人ぼっちでパシピコ行って、一人ぼっちで大学で、あのー、卒業証明書もらって帰って、みたいな。で、その後確かライブあったんだよ、俺。で、最後にゼミの先生と、あのー、ねな、なんていうの、ゼミの先生と、 あのー、写真撮るみたたいななのも行かなかったんだよ確かえぐいよなちょっと <laughs> 逆に逆にというかまあ今順にさ今もでも <laughs> すごいもんねだから楽しくなかったんだよな卒業式毎回ずっと一人でいる感じで,で今年はあのー、それ楽しみです初めてのね卒業式久しぶりに父親に聞いたけど高校の卒業式父親も来てなかったらしくて 母さんだけ来たんかな母親だけ。それもちょっと覚えてないぐらいでさ。だから、やっと、まあ、両親来てくれるみたいで、卒業式、当然卒業式ですよ。安田講座3月21日9時から9時45分まで。いや、だから、楽しみ。初めてかなこんなに誇らしい卒業式っていうのは。だね、あの、唯一同期の引き戸くんも、引き戸くんは博士まで行くけど、行くなら行くよっていう。 ダセえなあいつ何で行くなら行くって卒業式あの卒業式行くなら行くよーって言って佐藤君が行く佐藤君ロ六ちゃんが行くなら行くよーって言われてえなんだよお前それっつって <laughs> 行きたいでいいだろうっつって <laughs> でもなんか来てくれるみたいなんでいやーね、初めて人と卒業式にこう行くかもしれんなスーツか。 本当はね、あの、当然卒業式といえばアカデミックガウンなんだけど、高いのよ、あれ。めっちゃ高い。レンタルでも1万3000ぐらいする。いやいやいや、ちょっとさすがにな。<laughs> それやってもね、切りたいとは思わないし、なんか予約も締め切ってたし、いや、しょうがないんで、あのー、スーツで、ちょっと親が買ってくれた、最後に買ってくれたスーツちょっと下ろしたいなと。 思います。いや、というわけで、まあ、ご報告というかね、このラジオで皆さんにお伝えしたかったら一番最初に。まあ、誰聞いてるのか本当にわかんないんですけど。なんで、あの、ロキちゃん、あの、本当に東大大学院無事終了いたしまして、春からね、晴れて、あの、フリーターです。ははは。大丈夫俺大丈夫マジで。で、なんで。まあ、あなんで、一個乗っかりましたね、これで出席っていうのが。いや、本当に。あの、いいんですよ、皆さん、その、 一分の一にしても主席ってすごいですからね。該当者一分の一にしても主席ってすごいんで。いや、ぜひぜひこれからの、あのー、このラジオもよろしくお願いします。というわけで久しぶりの一人会ご報告、届いたおりましたえー、これからもよろしくお願いします。それじゃあ、バイニー